大岡越前、大岡越前、大岡越前は、1970年から1999年に TBS 系列のナショナル劇場で月曜日の20時代に放送されていた時代劇、テレビドラマ、放送開始前に番組タイトルの公募が行われた。なお、2006年3月20日には、ナショナル劇場50周年記念特別企画の一つとして、 最終回にあたる2時間スペシャルが放送された。制作は CAL 全15部及び2時間スペシャルまで一貫して、主演は加藤剛全400にはスペシャル1本。なお、本校においては最終回にあたる2時間スペシャルについては、便宜上単に最終回、最終回スペシャルと表記することがある。また、本校において再放送決番と書かれた回は、 2018年現在、地上波放送等で放送されない回であり、一部の CS 放送などでは放送されることがある。今放期の江戸南町奉行、大岡忠介を主人公とした日本の時代劇である。題名は公募によって決められ、6万余の応募の中から決まった。TBS の月曜日20時からの放送枠で、水戸公文。 江戸を切るなどと共に放送され、約30年の窓枠を支えた TBS の看板番組の一つである。本作は、このナショナル劇場では2006年放映の2時間スペシャルを除外しても、水戸高門の全43部に次ぐ全15部が放映されている。ナショナル劇場で水戸高門が放送開始されて以後、同作の放送されない期間に最も多く、 放送された作品である。この作品の放映の前年から始まった、水戸公門では、主演や主要キャストに代替わりがあったのに対して、この作品は、主演の大岡忠介役を一貫して、加藤剛が29年、最終回スペシャルを含め三36年担当し、主要なキャストも亡くなるまで、同一の役でレギュラー出演を続けた人物も少なくない。本作は、 初期においては、教法の改革の諸政策の実現に奔走する若き大岡忠助と、それを支える親友、坂木原よりや家族、南町奉行所の部下たちなどを描き、その後は、講談や落語の大岡聖談をもとにした時代劇に変化していく。第一から四部にかけては、忠助や坂木原よりらが物語の登場人物の中でも若手的な位置づけであり、 先に述べた、教法の改革の政策を実現化する努力や、葛藤と、若い二人が家庭を持ち成長していく姿などが描かれている。第四部の時点でも、商人に転身した、旧友、車や、東米の乱闘、ただし正当防衛ではあるがに、老人姿の忠介自身が加勢する、若気の至りがあったり、配下の同心が悪に加担して最後は切腹する、エピソードもあった。また、 初期は、教法の改革の施策の成立過程をフィクションにうまく、落とし込んだエピソードが多いのも特徴である。また、取り物時に取り方に、犠牲者が多数出る描写もしばしばあった。第5部以降の忠相や伊織は、演じる、加藤強、竹脇無駄の年齢から中堅的な位置づけになり、後段や落語の大岡聖団のように、忠相を完全無欠の人物のように描くように、 変わるが、それに対する忠助の父、忠だの不満、寂しさや、親友、酒原寄りや同心、家族らのフォローもさりげなく描かれている。また、配下が悪に組みするエピソードも、やむにやまれぬ事情があって、最後には改心指摘と差し違えるような話に変わり、取り方が落命する話もなくなっていった。しかし、同心が、悪の一味の女性と愛し合うと裁きの場では、 そんな事実なかったと、愛人関係に陥った一味の女性の同意を得て、もみ消し、犠牲者の数が少なくなっても母親の無理解で不幸な、最期を遂げた同心と恋人の悲しみの原因である、当の母親に、その事実を説得する号は、中途半端に終わっている。なお、第十一部以降から、最終回においては、忠介、すけ、いおり、辰蔵ら子さんの顔ぶれは、 年齢を重ねたベテランとして描かれていき、最終回を迎える。最終回は、かつて扱った題材を再利用した、アナザーストーリーの側面があるが、主人公、大岡忠介が、自社奉行へ昇進する大団円で終了した。放送日は TBS 及び同時ネット局を基準とする。登場人物については、大岡越前の登場人物も、参照のこと。 大岡越前第一部。大岡越前第一部は、1970年3月16日から1970年9月21日まで、ナショナル劇場で放送された、時代劇。制作は CAL、全28話。伊勢の山田奉行の直参旗元、大岡忠介は、摂政禁断の場で密漁する、紀伊大名後に吉宗を召し取るが、シラスでは、 抗議の名を語る善悪の判断がつかない強人として、無罪方面にした。それから4年目の強法元年12月、八代将軍の座に就いた吉宗から、忠助に、山田奉行会人と江戸出奉の命が下り、忠助は、親友の医師、坂木原容里と共に、江戸に向かう。途上の沙汰が下り、死をも覚悟していた、忠助だったが、吉宗から江戸町奉行を命じられる。忠助は、 よりきの神山さ門、同心の村上源次郎、岡っ引きの達造、富びの伊三郎、正吉らの協力を得て、江戸の町の治安を守るため、事件を鮮やかに裁いていく。さらに、伊織らの助言をもとに町引消しの創設や目安箱、小石川養生所の設置など教法の改革の施策実現にそうする。また、忠助が世情を知るために、気流しの老人姿で、 町の様子を見て回っていた折に、病死した言い名付け、千歳に告示した、大番頭吉本作座衛門の幼女、雪江と知り合い、互いに惹かれ合うようになった。その後、ある経緯で吉宗の目の前で二人は、夫婦となった。そして、天一坊事件の発生で、天一坊側の首謀者で、山内伊賀良と名乗る男と対決する。大岡越前第二部。 大岡越前第二部は1971年5月17日から1971年11月22日までナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全28話。江戸町奉行の大岡忠介は庶民たちの生活という現実とそれを縛る方との矛盾をなくすため尽力してゆく。親友の医師、酒木原伊織。 同心の村上源次郎や、よりきの上山左門らの協力、義族だった三次を改心させ、密定都市、妻、幸恵ら家族に支えられて、江戸の町に起こる事件を解決していく。時代は、強法の大飢饉と米騒動、はしか、赤痢、インフルエンザなど流行病への対策などに追われる。初孫を待ちわびるタダたカた,たちに板挟さみになる、幸恵だったが、妊娠したことが分かった。 またよりは、自らの医術の限界を正すけに打ち明け、長崎で医学修行することを決意し、村上源次郎の娘、千春と結婚して、長崎へ旅立っていった。大岡越前第三部、大岡越前第三部は1972年6月12日から1973年1月15日まで、ナショナル劇場で放送された、時代劇。制作は CAL。 全31話。第2部最終回で、医学修行のため酒木原伊織、千春夫妻が長崎に旅立ってから6年経過し、長男、忠信も6歳となった。小石川養生所の肝入り、雲野敦衆の体調が優れず、長崎から伊織、千春夫妻を呼び戻した。大岡忠助は、息子の忠信の成長とともに、父親としての魅力も増し、家庭人として、 庶民の一人としての忠助を、夫婦の愛、親子の愛、友情などをテーマに、久しがれている。この部では、爆死した池田良介の息子、池田大介を内寄より気にした。また、いおりをはじめ、同心、村上源次郎や寄りき、上山左門らの協力得て、事件の解決にあたる。大岡越前第四部。 大岡越前第四部は1974年10月7日から1975年3月24日まで、ナショナル劇場で放送された、時代劇。制作は CAL、全25話。大岡忠介は、人情け深い奉行として慕われており、滞在を犯した男の息子、相原俊介の身柄を引き受け、優秀な頭脳を見込んで、内寄り気として登用することにした。 村上源次郎には、再婚話が出て、後添えをもらった。猿の三次は船宿を始めることになり、南町奉行所の仲間たちの憩いの場のような存在になる。そして、三次が、かつて世話になったおようという女盗賊も改心して、仲間に加わる。冤在問題、罪を犯す者の弱さなど、裁くことの難しさを感じる忠助は、 江戸の町が真の意味で平和になることを願い職務に努める。この部では、相良俊介と両との淡いロマンスが描かれ、また物価高に対応する忠介の姿も描かれているのが特徴である。大岡越前第五部、大岡越前第五部は、1978年2月6日から7月31日まで、ナショナル劇場で放送された、時代劇。制作は CAL、全26話。 大岡忠助は、鋭い観察力で、悪人たちからは、恐れられ、また町民たちからは、人情け深い武行として慕われている。忠助の親友、坂木原伊織は、長崎で、妻、千春を亡くすが、医学の知識を深め、江戸へ帰ってきた。村上源次郎をはじめ、若手同心の風間俊介、すっとびの達像など真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、 難しい事件を次々解決していく。この部では若手同心の成長を描いており、また、忠だの態度も人情味ある裁きが増えていく。後の部で主流となっていく人情と同心たちの家族を描く方向性の方がとも言えるだろう。大岡越前第六部、大岡越前第六部は1982年3月8日から10月11日まで。 ナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全32話。大岡忠助は鋭い観察力で悪人たちからは恐れられ、また町民たちからは人情け深い武行として慕われている。一方、忠助の親友、坂木原よりは長崎へ留学している。伊織が不在の小石川養生所を任された幸江の入試廷。 橋本悟は、腕は良いが、気の弱い性格で、養生所を預かるには、荷が重すぎたため、養生所は原安門下の医師の専応状態となっていた。そこへ伊りについて、医術を学び、伊織とは義兄弟のちぎりを交わした新三郎が、長崎からやってきた。新三郎は、乱法に関してはよりも及ばぬ腕というお墨付きで、伊りが長崎からよこした名医である。 新しいメンバーと共に、村上源次郎をはじめ、同心の風間俊介、すっとびの達像など真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、難しい事件を、次々解決していく。大岡越前第七部、大岡越前第七部は、1983年4月18日から10月24日まで、ナショナル劇場で放送された、時代劇。制作は CAL、全27話。 大岡忠助は、鋭い観察力で、悪人たちからは、恐れられ、また町民たちからは、人情け深い奉行として慕われている。これまで、忠助を見守っていた父、忠敬は亡くなった。長崎留学から戻った、忠助の親友、酒貴原よりは、忠助宅に向かう途中、負傷した司法を救う。司法の傷は、親の敵として襲った忠助につけられたものだった。 忠だへの誤解も解け、志保は小石川養生所で働くようになった。風間俊介は志保に思いを寄せるが、志保は容疑に惹かれていく。村上源次郎はじめ、同心の風間俊介、すっとびの達像など真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、難しい事件を次々解決していく。大岡越前第八部。 大岡越前第8部は1984年7月16日から1985年1月21日までナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全26話。大岡忠介は鋭い観察力で悪人たちからは恐れられ、また町民たちからは人情け深い武行として慕われている。には新しい部下が増え、 新米同心のか木平介と、か木ら付きのおかっ引き、カンタや、恩人のおかっ引きの死が、きっかけとなって、狸で女中をしているお兄も、おかっ引きとなった。ベテラン同心の村上源次郎をはじめ、中堅同心の風間俊介、若手同心のか木平介、すっとびの達造、カンタなど真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、難しい事件を、次々解決していく。 大岡越前第9部、大岡越前第9部は1985年10月28日から1986年4月21日まで、ナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全26話。大岡忠介は、鋭い観察力で、悪人たちからは、恐れられ、また町民たちからは、人情け深い武行として慕われている。 見習い同心の立花京之助が、同心だった父の死により組み替えとなり、姉の千鶴と共に、株木きの迎えの同心長屋に移ってきた。千鶴を一目惚れした株木きは、何かと立花家へ出入りすることになる。また、長い付き合いとなった、すっとびの達造と忠助の役宅に奉公ていた、お花が、ついに夫婦となった。王をかけでは、新しい奉公人として、お千代を雇うが、 引き続き、お花も、王をかけで働く。新しいメンバーと共に、ベテラン村上源次郎をはじめ、同心の風間俊介、かぶらき平介、見習い同心の立花京之介、すっとびの達像、デメのカン太など真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、難しいことを、次々解決していく。王岡越前大十部。 大岡越前第十部は1988年2月29日から9月5日まで、ナショナル劇場で放送された、時代劇。制作は CAL、全27話。大岡忠介は、鋭い観察力で、悪人たちからは、恐れられ、また町民たちからは、人情け深い奉行として慕われている。見習い同心だった、立花京之助が正式な同心となり、 ベテラン同心として、村上玄次郎に代わり、佐橋真子兵衛が加わった。また、新米の見習い同心として、北風翔吾が加わった。また、三次の営む船宿、柳には、お柳がおり、三次と共に忠助の密定となって、活躍する。新しいメンバーと共に、ベテラン佐橋真子兵衛はじめ、同心のか木らき兵助、立花京之助、見習い同心の北風翔吾、 すっとびの達像、デメのカンタなど真面目で明るい仲間たちと力を合わせて難しい事件を次々解決していく。大岡越前第十一部。大岡越前第十一部は1990年4月3日から10月15日までナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全26話。大岡忠介は 鋭い観察力で、悪人たちからは、恐れられ、また町民たちからは、人情け深い武行として慕われている。忠助の治療地から片瀬健太郎が、医師になるべく坂木原いおりを訪ね、養生所の見習い医師となった。また、叔父のカンタを頼ってやってきたお京は、目明かしになるべく、忠助の許しを得て、娘目明かしになる。また、第七部以降、四部ぶりに忠助の母、 妙が登場することも、第十一部の特徴の一つである。引き続き登場する、ベテラン同心の佐橋マゴベはじめ、同心の株木平介、立花京之介、すっとびの達造、デメのカン太など真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、難しい事件を、次々解決していく。大岡越前第十二部。 大岡越前第十二部は1991年10月14日から1992年3月30日までナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全24話。大岡忠介は鋭い観察力で悪人たちからは恐れられ、また町民たちからは人情け深い奉行として慕われている。猿の三次は 四角に襲われた忠助をかばって、命を落とし、同心、か木平助も、その一味と思われる集団を目撃した娘お鈴を、救おうとして、重傷を負い、忠助や新妻の千鶴らぬ見守る中死亡する。三ンを失った、狸では、三ンの昔なじみでお鈴の父親でもある、日のとの目の半ンを板前まに迎えて、店を続けることにした。この部では、銀味方、千儀方、 より行き、片平や平次や同心、家けい八んも加わる。また、北町奉行所同心、赤垣伝兵衛が、狸の、看板娘には嫌がられるものの、よく、狸に出入りするようになる。老人姿のただすけに酒をおごってもらう代わりに、重要な情報を提供することもある。南町奉行所では、冒頭相次ぐ不幸が訪れたが、ベテラン同心の佐橋孫兵べはじめ、銀味方、 千木方、よりき、片平や平次、同心の掛け陣人八、立花京之助、すっとびの達造、出目の勘太など真面目で、明るい仲間たちと力を合わせて、難しい事件を、次々解決していく。大岡越前第十三部、大岡越前第十三部は、1992年11月16日から1993年5月10日まで。 ナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全二十六話。大岡忠助は、鋭い観察力で、悪人たちからは、恐れられ、また町民たちからは、人情け深い武行として慕われている。この部では、養生所医師、片瀬健太郎が、死傷事件の検視、治療を速やかに行うべく、第一話より武行所付き死となり、さらに第十九話より、 城回り同心に任命され、正式に南町奉行所の一員となる。また、赤垣伝兵衛は北町奉行所を追われ、南町奉行所の同心となる。他、終盤で、佐橋孫兵衛が在任の供養のため西国巡礼の旅に出た。また、幸江の母、聖火が登場する第一部当初の設定は、幸江の実母は病死し、 吉本作座右衛門の幼女として男で一つで育てられた。大岡越前第十四部。大岡越前第十四部は1996年6月17日から12月2日までナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全24話。大岡忠介は鋭い観察力で悪人たちからは恐れられ、また町民たちからは 人情け深い武行として慕われている。坂木原伊織りは長崎に行っており、結城新三郎が長崎から出てきて養生所を預かっている。南町奉行所は夏目人八が新たに加わり、立花京之介、医術の心得もある、片瀬健太郎、そして有能なベテラン同心になった赤垣伝兵衛がいる。第四話で今は亡き父親がかつて、 赤垣連兵の下で働くおかっ引きだったという、小吉が赤垣連兵に説得されおかっ引きとなった。なお、帝の目の判事は、再び、狸に戻り天を切り盛りし、密邸の役割も再び続けることになった。坂木原伊織は、最終話にのみ登場し、落とし入れられた新三郎を救うことになる。大岡越前第十五部。 大岡越前第15部は1998年8月24日から1999年3月15日までナショナル劇場で放送された時代劇。制作は CAL 全26話。大岡忠介は鋭い観察力で悪人たちからは恐れられ、また町民たちからは人情け深い奉行として慕われている。いおりが戻ってきた養所は ジョイを務めてきた志保に代わり、女らん医を目指して、医学修行中の見習いいし、菊江が加わった。菊江は、医学の道の先輩、南町奉行書道心の片瀬健太郎と恋中で、医学を教わっている。南町奉行書道心は、片瀬のほか、熱血感の夏目人八と冷静沈着な北島、俊介が、良きライバルとして、事件解決に協力し合う。そんな、 若手同心たちを南町奉行所の束ねとして、忠助からも信頼されるようになった赤垣伝兵衛が温かく見守る。前菜を亡くしてから男やもめを通してきた赤垣だったが、雪江の母、聖火の紹介で、翔子というおおらかで美しい新妻を迎えることになった。小料理屋、きには、藩士の昔の弟分で、元泥棒の六助が新しく糸前として、 働くようになり、密定としても働いている。大岡越前ナショナル劇場50周年、記念特別企画スペシャル。大岡越前ナショナル劇場50周年、記念特別企画スペシャルは2006年3月20日に、ナショナル劇場で話された、時代劇。制作は CAL。山下武雄作曲のテーマ曲は、戦律がバイオリン。 口笛、女性コーラスで奏でられる一部を除く。それまでの時代劇のテーマ曲とは一風変わった曲調で知られる。口笛は山下自身のものとなっている。ただし、最終回スペシャルでは新規に録音しており、山下が制作前に個人となったため、佐野広みによるものになっている。このテーマはオープニングに使用されたものだけでも、音源は6種類がある。また、 第4部以降、同じく、山下武雄が音楽を担当した、江戸を切る、あずさうこん音んみつ町の音楽も流用され、特に第14部で多用されている、江戸を切る、あずさうこん音んみつ町でも、大岡市前のオープニングテーマの、オルゴールバージョンが、オランダ林として流用されている。数字は、ビデオリサーチ調べ、関東地区。年から竹書房を販売元にして、 第5部まで販売されている。前述の通り、第1部第3話と、第2部、第22話を除いた第1部第1話第3部第15話までは、オープニングとエンディングを短縮した、再放送材のみ残ったため、それが収録されている。第4部以降は、ナレーションや、不適切な用語の音消し処理等がなされた、再放送素材が用いられているので留意されたい。また、 各部とも特典として番組関係者のみに配られた番組資料上冊子の復刻版が封入されている。2002から2003年にかけてキングレコードからオリジナルサウンドトラック大岡越前シリーズが4つ販売され、2007年にアスタエンタテインメントから大岡越前オリジナルサウンドトラックが販売されている。本放送開始年の1970年から、 羽村ら子名義でノベライズされている DVD ボックスの販売元地区書房の近代麻雀の増刊として2012年9月から2013年3月まで月替わりで時代劇漫画雑誌長編読み切り時代劇大岡越前が刊行されその続きはコミック先駆けに掲載されたコミック先駆けは休館状態にあり未完のままこれらをまとめた コンビニコミックが刊行されている雑誌扱い。2013年10月より時代劇専門チャンネルにおいて全15部のハイビジョンによる放送が決定した。2012年初頭から2013年の春頃にかけて TBS チャンネルで放送された際には一部ナレーション等が削除された放送素材で第1部から第3部までをループで放送するにとどまっていた。 また、第2部、第22話を除き、全15部の全作品が放送されるのは、2003年に TBS チャンネルにおいて、標準画質で放送されて、以来のことである。2012年から約1年間、TBS チャンネルで、第1部から第3部までリピートで放映された素材は、後述する時代劇専門チャンネルで放映された素材と、 比較すると、一部のセリフやナレーションの強引なカットがあるため、約1分ほど差しが短くなっており、さらに地上波で結番扱いとなった回も放映されなかった。また、TBS チャンネルがハイビジョン化された後も SD 画質のまま単純に拡大した放送素材であった。時代劇専門チャンネルの放送素材、第1部第13部は、 従前の標準画質ビデオを単純に拡大、アップスケーリングしたものではない。時代劇専門チャンネルがハイビジョン放送になった頃から多くの古い時代劇をカンパケのフィルムから再テレシネジに HD リマスターしたように、大岡越前のフィルムから改めて HD リマスターしものである。これはフィルムの質感を残しながらも現行のハイビジョン番組と ほぼ遜色のない制裁画質となっている。なお、フィルム撮影だが、テレシネ語ビデオで編集することになった第14と、完全に、ビデオ収録となった第15部については、第14部は、単純拡大であり、第15部についても、超解像技術による、アップスケールとは、明記されていない。また、第1部第3話と、第2部、 第22話を除いた第1部、第1話、第3部、第15話までは、オープニングとエンディングを短縮した、再放送素材のみ残ったため、早くやスタッフの詳細が不明である。これは、DVBOX でも同様である。音質については、DVDBOX と比べて、第1部、第2部は、極めて良好であるが、第3部は、音がこもった状態で放送された。第5部も、音質が、 若干悪い回がある。これまで再放送などで結番扱いされたもののうち1作品を除き放送が予定されている。落語の大仮製団やその他の落語の演目に関するもの、講談、大仮製団に関するもの、史実をまとめたもの、番組関係者の著作、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。